にちは、お元気ですか。笑顔が素敵なお姉さんにぜひよかったらカードと今ね、お配りしております。受け取っていただけたら嬉しいです。あなたは愛されています。によって優れてるんじゃない。そこに存在してるだけで価値があるんだ。なぜならばあなたを作った神の一人子イエス・キリストというお方があなたを愛してるから、だから価値があるんだ。こんにちは、お元気ですか。あなたを愛しておられるイエスの愛をお伝えいたします。永遠の神の は、マスクが似合うお兄さんと、またマスクしてないけれどイケメンのお兄さん、よかったらねカード差し上げてますんで読んでみてくださいね。あなたは愛されています。ありがとうございます。私は東京から参りました、牧師 YouTuber の菅野直樹です。あなたは愛されてます。主と私であるよ、あなたを愛しています。主よ、あなたはどこへ行って。お父さんお母さん、あなたを作った神が
あなたを愛してます。私はここにいる、あなたを見て歩いて。お母さん愛されてます。イエス・キリストはあなたのために十字架で死んで3日目によみがえりました。クリスマスの主人公であるイエス・キリストは2024年前この世に生まれ、あなたを救うために罪のない神の一人子十字架で死んで血を流してくださった。皆さん、信じるだけで救われる、それはプレゼントとして受け取ってくださったら救われるという意味です。この日本の第102代内閣総理大臣に選出された石破茂さんという方はクリスチャンです。私と同じ信仰を持っています。聖書を信じています。またアメリカの第47代大統領に選出されたドナルド・トランプさんもクリスチャンです。選挙区に敗北した民主党のカマラ・ハリスさんもクリスチャンです。完璧な人ではないですよね。政治的には人々からバッシングされ、そしてあらや欠点やいろんなこと言われる。クリスチャンというのはプレゼントとしてイエス・キリストを信じて、そして救われた、その人が立派だとか何か功績があったから、何かやったからじゃない。皆さん、誰でもイエス・キリストはあなたのために死んでくれた、あなたの救いのためです。だからプレゼントとして受け取り、イエス・キリストを信じるなら誰でも天国へ行けます。そして天国へ行けるってことはハッピーエンドですから、皆さん今も幸せに変わります。だってそうでしょう。未来が幸せであるなら、幸せで終わるとしたならば、今ちょっと辛いことがあっても、悲しく寂しいことがあっても大丈夫。私はあなたと一緒だよ。この世では悩みがある、しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。イエスはあなたを愛しています。通りがかりの素敵なお父さんお兄さん、イエス・キリストはあなたを愛しています。永遠の神の愛は我らの出会いの中で父さん、イエス様があなたを愛しています。君は愛されるため、イエス・キリストは宗教ではない、私たち人間を作られた神の一人子です。私たち人間は猿から進化した、そういう証拠は何一つないんです。あれ、皆さん、進化論っていうのは科学じゃない、仮説に過ぎないんですよね。だから本気で信じるものじゃない、仮説だからそうかもしれない、そうやってね実験され、でもまだ未だに種を超えて猿が人間になったという、そういう証拠はないです。でも聖書は一方において、そちらのマスクをされた素敵なお母様方、今から30年前50年前はきっともっと素敵だったお母さん、でもごめんね、今でも素敵なお母さん、あなたは愛されている。なぜならばあなたのためにイエス・キリストが十字架で死なれた。よかったら素敵なお母様、カード差し上げております。受け取っていただいて、ぜひ読んでみてくださいね。ありがとうございます。God bless you. 君の存在が私、そちらのお母さんもお父さんも、イエス・キリストあなたを愛してます。喜びでしょう。ありがとうございます。君は愛されるため生まれた、今もその愛受け、
姉さんこんにちは。東京から来てこのようなストリートライブやっています。あなたは愛されています。イエス、あなたを愛しています。東京の新宿から参りました、牧師 YouTuber の加藤直樹です。あなたは愛されています。君は愛されるため生まれた。今もお父さんお母さん、イエス様があなたを愛しています。さようならって手を振り合うグッバイっていうのはね、ガッドバイから来てるんです。神があなたと共にいる。私とあなたは離れるけれど、学校帰りのお姉さんお帰りなさい。イエス様があなたを愛しています。東京から参りました、私は牧師 YouTuber の神野直樹です。イエスはあなたを愛してます。永遠も神の愛は我らの出会いの中で身を結ぶ。君の存在が私にはどれほど。自転車乗ってるお父さん、イエスキリストはあなたを愛しています。すごい立派な自転車ですね。立派な自転車に乗って歩いてるよりもように立派な神イエスキリストと一緒に生きていきませんか。ご旅行中でしょうか。私も東京から参りました。お疲れ様です。こんにちは、東京から参りました菅野直樹です。イエスキリストの愛伝えています。新札幌の皆様こんにちは、牧師 YouTuber の菅野直樹と申します。信号待ちをしながら背中を見せてくださっている素敵なご婦人の方、あっち信号の向こうで聞こえないかもしれませんが、学生の皆様、イエスキリストはあなたを愛しています。私の心と魂が疲れて傷ついても静かにあなたを待ちます。ここに来てください。こんにちは、東京から参りました牧師 YouTuber の菅野直樹です。あなたは愛されています。ストリートライブ、また街頭演説を通して皆様にイエスの愛をお伝えしております。こんにちは、お元気ですか。イエスキリストあなたを愛しています。主よそばにいてください。私は強くなれる。主によりイエスキリストはあなたを愛しています。東京から参りました牧師 YouTuber の菅野直樹です。イエスキリストはあなたを愛しています。ストリートライブを通して、ゴスペルを通して、キリストの愛お伝えいたします。音楽の起源は神を称える、そこからスタートしたんですね。でも神を見失った人類が歌をどのように使ったか、自分の心慰め、色恋、そして寂しい悲しい心情を歌うようになった。今日皆さん、あなたに賛美を通して神という人間を作った方を知ることができ、その方に対して歌うなら、皆さん、賛
賛美歌ゴスペルというのはね、自分を作ってくれた神は素晴らしい、そうやって歌うんですよね。そのようにするとね、人は気持ちよくなる、人は嬉しくなるんだ。なぜならば自分を作ってくれた神は素晴らしい。皆さんそのようにね言うことができたらどれほど素晴らしいでしょう。つまり自分を作ってくれた神が素晴らしいってことはね、あなたも素晴らしいってことです。イエス様はあなたを愛しています。私もあなたを愛しています。我らの主に向かって新しい歌を歌おう、喜びの声を上げよう。主は我らの勝利、我らの主に向かって新しい歌を歌おう、喜びの声を上げよう。主は頼れるお方、イエスは主、イエスキリストはあなたを愛しています。この賛美持って褒めたたえよう。傘を差しておられる方がいらっしゃいますけれど、もう雨降ってきたんでしょうかね。今日は3時か4時ぐらいから雨が降りそうですよね。雨が降ったらアーメン、晴れたら晴れるよ。ダジャレを言ってる場合ではありませんが、東京から参りました牧師 YouTuber の神野直樹と申します。お母様よかったらカードを差し上げておりますので受け取っていただけたら嬉しいです。イエスが愛したよ、私たちも愛し合う、その愛の中で枝となる時、多くの実を結ぶ、共に支え合い、共に助け、バスから降りてこられた皆さん、新札幌行き駅のバスに乗ってこられましたね。ちゃんとね、間違いなく乗ってこられたのでこの駅に着くことができました。では皆さんの人生はどちらに向かっていますか。適当に出たとこ勝負で生きる人生もある。でもぜひ天国に向かって歩んでいきませんか。人は愛されるため、人は生きるため、永遠の命をいただくために実は生まれてきたのです。イエス・キリストを信じたら救われます。永遠の命受け取ることができる。今日このストリートライブとまた街頭演説を通して皆様にこのことをお伝えいたします。新札幌の皆さん、イエスはあなたを愛しています。ちょっと雨が降ってきましたね。こんにちは、素敵な笑顔のお姉さん、ありがとうございます。よかったら読んでみてくださいね。永遠の神の愛は我らの出会いの中で、イエス様があなたを愛してます。こんにちは。君の存在が、こんにちは、東京から参りました牧師 YouTuber の神野直樹です。イエスキリストはあなたを愛しています。このイエス様の愛を伝えるために東京から北海道札幌来ました。ぜひ皆さんにこのキリストの愛を知っていただいて、本当の自由と本当の幸せ一緒に味わいませんか。イエスはあなたを愛しています。 Jesus to Japan、 この国愛する主イエス。ありがとうございます。よかったらねカードあげたいんだけどな止まってくれたらね。Jesus to Japan、 この国救いに
やってありがとう。傷ついた両手を広げ哀れに涙を流す。改めまして、東京から参りました牧師 YouTuber の鹿野直樹です。ありがとうございます。皆さんの人生に本当の愛、永遠の愛を伝えたいです。 Jesus to Japan、 この国に救える主イエス、キリスト。 Jesus to Japan、世界を救いにやって。クリスチャンの方ですか？違う。聖霊の力と愛で。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございますね。このキリストの愛に今心迫られ神の言葉を心に刻む。このキリストの愛に今心迫られ神の御業に生きる。皆さんお元気ですか？牧師 YouTuber の菅野直樹です。本日東京から新札幌に参りました。皆さんの人生においてぜひ知っていただきたいメッセージがあるからです。世界のベストセラーザ・バイブル、聖書は神があなたを愛している、そう語ってんですね。そのイエス・キリストの愛を信じてる。今この日本で第102代内閣総理大臣になられたあの石破さんという人もクリスチャンだし、またアメリカにおいてあの第47代次期大統領に選ばれたあのドナルド・トランプさんもクリスチャンです。
選挙に負けたカマラ・ハリスさんもクリスチャンです。何が言いたいか、新札幌の皆さん、今度はあなたの番です。あなたもイエス・キリストを信じて、そして本当の本物を見つけてほしい。本日新札幌で出会えた一期一会、あなたにその出会いに感謝し、ぜひイエス・キリストの愛をあなたにも受け取ってもらいたい。本日そんな思いで私は皆様にこの愛をお知らせするために参りました。新札幌の皆さん、こんにちは。イエスはあなたを愛しています。慈しみ深き友なるイエスは、罪となる霊を取り去りたもの。イエス様があなたを愛しています。心の嘆き様があなたを愛してます。慈しみ深き友なるイエスは、我らの弱きを知りて憐れむ、イエス・キリストあなたを愛しています。祈りに応え、お父さんもお母さんも2024年前この世に生まれたあのクリスマスの主人公、イエス・キリストあなたの救い主です。慈しみ深き様、あなたを愛してます。私は東京から来たので、なんかやっぱり北海道って寒い場所なんだなってことをね感じています。だって東京に比べてだいたいマイナス10度です。でもよく考えてみたらね、地球規模で考えたら東京と札幌の距離なんてそんな大したことないですよね。皆さん、それを考えるとね、どうでしょうか。例えばこの地球が今よりちょっとでも太陽に近かったらどうですか。もうそれは火の惑星ですよね。このね、東京と札幌のことたったこれだけの違いで、だから反対に火星に近かったらね、この地球は氷の惑星になった、まあ、つまりね、この地球というのは神様が私たち人間が生きるようにと作ってくれた。神がこの地球を完璧な、いや火星なんか月なんか行ってもね、空気ないですからね、何か宇宙服かなんか着なきゃいけない。でもこんなに深呼吸ができる、そして綺麗なこの大空と、そしてそばに愛するパートナーがいる、まあ、そんな皆さんにですね、本当の幸せを手にしてほしい。イエス・キリストがあなたを作ってくれた神様です。ぜひその神の愛をあなたにお届けしたいと思います。こんにちは、お元気ですか。こんにちは、東京から来ました菅野直樹です。走るさらば君へて
イエス様があなたを愛しています。草の箱一を出し抜くさらば消えてよなさら足で酸素げそ草の箱一よ愛してます。お母さん愛されてます。足に背下げちょじあむろい売りえげおななくきっぷみてのち足しぬさらばきみえてよなさらちぐのくさらたこいちよ信号お待ちのお母様、素敵な、そう、そこのお母さんですよ。なんであなたは素敵な方なんでしょうか。あなたを作ってくれた神が素晴らしい方だからです。最高の作品です。人と比較して自分が何ができるかできないかなんか関係ない。あなたがそこに存在するだけであなたは素晴らしい。あなたは愛されています。手帳としじゃて花に目さらう売りえまなむとへ読めるべくイエス様があなたを愛してます。足にせさげちょじあむろいえ売りえこんにちは、お帰りなさい。私は東京から参りました菅野直樹です。ありがとうございます。たしぬさらば消えてよなさらしぐんどくさらたこいちよたしぬさらば消えてよなさらしぐんどくさらたこいちよたしぬさらば消えてよなさらバスの運転手の方も愛されています。ベリーカーを引きずってるお母さんも愛されています。たしぬさらば消えて携帯片手に歩いてるヘッドホンのお兄さん、あなたは愛されてます。スペシャルです。パコイチよ本日新札幌駅に、来てストリートライブまた街頭演説をさせていただいております。まあ横断歩道を渡っているお母さん、この横断歩道が安全なようにこの横断歩道でね渡ってくるように、私たちは天国に横断歩道がある、いや横断歩道のような、皆さんそれがねイエス・キリストという方なんですね。私は道であり真理であり命である、イエス・キリストを信じたら誰でも天国へ行ける。今安全に横断歩道を渡れたように、イエスを信じたらあなたの人生は天国に向かっての人生を生きることができるのです。ぜひイエスの愛を受け取っていただいて、皆さん永遠の命をどうぞ心の中に受け止めていただきたいと思います。本日約14時から、まあ、最大15時ぐらいまでここでストリートライブまた街頭演説をしています。お兄さんありがとうございます。あら、ありがとうございます。よかったらねカード差し上げてます。ありがとうございます。なかなかね、かっこいいですね。よかったら。大学生ですか？はい、大学生。大学生、
で満ちている君は愛されるため生まれた君の生涯は愛で満ちている自転車のお母様、安全運転でお願いします。イエス様があなたを愛していますから。そちらの暖かい服を着ているお姉さん、長靴を履いているお兄さんも、イエスキリストに愛されています。永遠の神の愛は我らと出会いの中で身を結ぶ東京から来ました牧師 YouTuber の菅野直樹です。イエスキリストの愛、皆さんにお伝えしています。お父さんお母さんこんにちは。私は東京から参りました牧師 YouTuber の菅野直樹です。ストリートライブ、または街頭演説を通して、世界のベストセラーザ・バイブルからあなたへの永遠の愛をお伝えしています。永遠に変わらない愛ってあるんでしょうか。あれも愛、これも愛、多分愛、きっと愛と思ったら、愛じゃなかった、裏切られて傷つき悲しむ人生が。でも皆さん、永遠に変わらない愛がただ一つだけある。それは私たち人間を作った神の愛。愛されるために努力する必要はない。なぜなら愛されてるからだ。皆さん、愚かですよ。愛されるための努力なんてね、そうやってこう気に入られよう、いい子ちゃんになろうという、そのような愛を、すでに愛されてるから、その愛をね。こんにちは、お元気ですか。ありがとうございます。よかったらね、カードだけでも受け取ってください。ありがとう。新札幌の駅の前、イエスはここにおられ。ありがとうございます。新札幌、
ス様があなたを愛しています。素敵なマスクが似合うお母さん、あなたは愛されています。そちらの素敵なレディ、奥様、お姉様もイエス様に愛されています。永遠の命よ、イエスキリストあなたを愛しています。生ける東京から参りました菅野直樹と申します。イエスキリストの愛を伝えています。黄土色というかモスグリーンのダウンジャケットのお父さん、イエスキリストはあなたを愛しておられます。YouTuber の菅野直樹です。そちらのお父さんにもカードを差し上げます。よかったらね、カードだけでも持ってってください。大学生ぐらいのお兄さん、あなたは愛されています。ありがとうございます。こんにちは。イエス様があなたを愛してます。